免疫塾。皆さんこんにちは、新妻免疫塾へようこそ。今回もウイルス感染を理解するための基礎の基礎を優しく解説していきます。今回のテーマはワクチンの基本です。私たちの体にある獲得免疫細胞はあらかじめたくさんの種類が用意されていて、侵入してきた病原体への担当細胞が選ばれて大増殖し、役目を終えた後に少なくなり、残った細胞が記憶細胞として体内に残ります。記憶細胞は前回の記憶をもとに2度目の感染の時により効率よく反応して素早く免疫反応を誘導できるのです。 B 細胞が作り出す抗体の量を見てみましょう。1度目の感染に比較して2度目の感染では素早く、そしてたくさんの抗体を作ることができるのです。ワクチンはこの免疫記憶システムを利用して免疫細胞たちに将来の侵入者に対する予行練習をさせる予防薬です。多くのワクチンには私たちの体の中に狙った病原体、もしくはその成分が含まれています。病原体そのものを使うときは病気を起こす能力である病原性が弱いものや、なくした状態のものを使う工夫をしています。投与されたものに対する獲得免疫細胞の大増殖が起き、最終的には記憶細胞が作られます。これによって実際に同じものが体内に侵入してきたときに効率よく免疫反応を誘導して病気を発症しにくくしたり、重症化を防いだりすることが期待できます。ワクチンは膨大な研究を背景に開発され、数多くの人に使用される予防薬です。効果があるかだけでなく、十分に安全であるかを科学のルールでデザインされた厳しい試験に合格したものだけが使用されます。正しい知識を学んで賢く利用し、あなたとあなたの大切な人の命を守ってください。今回の補足授業を日本時間6月14日日曜日午前11時から YouTube ライブ授業で解説します。ぜひいらしてください。いかがでしたでしょうか。この動画を気に入っていただけた方はぜひグッドボタンを、続きが気になる方はチャンネル登録をよろしくお願いします。またお会いしましょう。